ところで今夜の予定は？よければ私に付き合ってくれるかな。とっておきの素敵な場所へ案内するよ。今夜はあなたに試してほしい品があるんだ。夢のように優しく、とろけるように甘い味。二人きりでじっくり楽しもう。先日は長居してすまなかったね。今日は口実を用意していないのだけれど、それでもまた朝まで共に過ごしてくれるかな。あなたは本当に素晴らしい方ですね。話せば話すほど引きつけられてやみません。素晴らしい友を得られた幸運に感謝しなくては。このところあなたが笑うと胸が苦しいのです。その笑顔を誰にも見せたくないと思ってしまう。これは果たして友情なのでしょうか。あなた以上の方にはもう出会えないでしょう。ですからどうか許してください。すべてをかけてあなたを思い続けることを。ここへ来ると普段より饒舌になります。安心感を覚えているのか、それとも二人で話せる機会を嬉しく思うのでしょうか。軍師として心を隠す場面は多々あります。ですがそれを辛いと感じたのは初めてです。顔に出ていなければいいのですが。もうご存知かもしれませんが、あなたに白状したい秘密があります。ついては今夜一献、その先までいかがですか。君との会話は実にいい刺激になる。おかげで様々な着想を得られるよ。よし、これからはここで策や罠を練ることにしよう。君、少しは用心したらどうだい。もし私がよからぬことを考えていたらどうする。例えばここに何かを仕掛けるなんてね。君を罠にはめたつもりだったが参ったな。支柱に落ちていたのは私の方だったとは。けどうん、これもなかなか悪くない心持ちだ。ここには何度も来るよ俺。ああ、これは勘じゃなくて願望な。あんたがいるからか居心地最高なんだよ。実は今日あんま調子良くなくてよ。けどあんたの顔を見たら楽に。いや、それどころじゃない。がっつり元気だ俺。ここにいるとどんどん元気になっちゃうよ俺。ああ、落ち着けよ俺。発散には相手の同意が必要だ。ということで今夜はとことん付き合ってくれ。今日は全ての用事を片付けてきました。一番乗りを逃したかと心配しましたが、二人きりでゆっくり過ごせそうで安心しました。最近ここに来ると流行らずにはいられないのです。あなたの心に一番乗りしたい。恐縮です。あなたの一番はこの私。そう思ってもいいでしょうか。たとえ独りよがりでも信じていたいのです。突然だが馬は好きだろうか。彼らの美しく駆ける姿や愛らしい瞳、その魅力をお前も分かってくれたら嬉しいんだが、この間は遠乗りに付き合ってくれて感謝する。馬を狩るお前の姿には目を奪われてしまったぞ。あの手綱さばきは素晴らしい才能だ。俺が保証する。
どんな馬でも意のままに操るお前を見て確信した。二人ならばどこまでもかけて行けるだろうと。だからどうか俺の手綱を取ってくれないか。しかしおめえらしいうちだな。なんつうか人となりが見えてくる感じだぜ。なあ、おめえの普段のことを聞かせてくれ。おめえは本当にすげえよな。他のどんなやつより強くて眩しくてよ。って、あ、何言ってんだわしは。あ、なんだ、そのダメだ、何も言葉が出てこねえ。おめえの顔を見ると胸のあたりが変になっちまうぜ。今日はお主の繕わぬ姿を見に来た。陣中や宮中では多少なりと気を張っておろう。わしも気取りはせん。互いに簡単を照らし合おうぞ。虚筆とは住まう者の人生を映すもの。こうしているとそなたという人間が見えてくる。うん、何やら思境が湧いてきたわ。今やそなたの活躍は天下の知るところか。誇らしく思う反面、何やら複雑な気分や。わしだけのものであればと思わずにおれぬからな。私とて年中断罪しているわけではない。こういった場では一人の無趣味な男だ。暇つぶしに付き合ってくれればありがたい。それ以上は近寄るな。自分で尋ねておきながら何をと思うだろう。だが断罪に値する行為をしでかしたくないのだ。今ここに懺悔する。お前によこしまな気持ちを抱いてしまった。我が処遇はその御心に任せよう。お前は今のこの情勢をどう思っている？こうして語り合う仲となったのだ。お前の目に映る時代をお前の言葉で聞かせてくれ。ところで閑暇には何をしているのだ？いや、詮索するつもりはない。ただお前のことをもっと知りたいと思ってな。戦場ならばこの目には多くのものが見える。だがここにいるとただお前しか見えん。俺にとってお前は何よりも大きな存在なのだな。さて、せっかくお前のうちに来たんだ。人様にお見せできねえようなものでもないか探すか。って嘘嘘、冗談だって。妙だぜ、部屋の中だってのに眩しすぎる。ってこんなところに俺の太陽がいるじゃねえか。そうやって笑ってくれりゃ嬉しいぜ。あ、悪い、この茶もう軽口はなしだ。いいか、よく聞けよ。もうお前以外見えねえ。俺の心はお前のもんだ。自分は一日も早く乱世を終えんと願っている。今日は聞こうとそのための道を語らいたい。すまぬ、少々堅苦しいであろうか。時にそなた戦に明け暮れる者をどう思う？いや、聞いたところで自分の生き方は変えられぬ。だがそなたの考えは聞いておきたいのだ。今の自分は己の在り方に一片の迷いもない。ただ戦に先進し一刻も早くこの乱世を終える。その先でそなたと穏やかな時を過ごしたいのだ。
お前はなかなかに興味深い。これからは時々こうして話をしてやろう。この総士官の目に留まったこと誇りに思うがいい。ふん、どうした？緊張しているのか？私が二人きりだからとことをせく男に見えるか？あるいはそう期待する己を恥じらっているのか？私が足しげくここへ来る意味分かっていような。お前はこの総士官の心を奪ったのだ。もう手放しはしない。覚悟するのだな。なあ、ちょっと厨房借りていいだか？うまそうな肉まん買ってきただよ。ふかし直すから一緒に食べような。今日はおめえが好きそうなもの買ってきただよ。たくさん買ってきたけどどれもうまいぞ。ん？もちろん全部食いもんだよ。ねえ、おいらと一緒に畑を作ってみねえだか？そんでよ、二人でうまいものを山ほど実らせるだ。そういう日が来たらおいらすんげえ幸せだぞ。あなた、自分の真の美しさに気づいていませんね。いいでしょう。ならば私にお任せください。この超春愛があなたを美しく磨き上げましょう。あなたの美しさ、日々に磨きがかかっていますね。やはり私の目に間違いはありませんでした。これからもお互いに美を高め合いましょう。これは少々予想外でしたね。この私があなたの美しさに心を奪われるとは。ああ、どうかずっと私のそばで輝いていてください。それがしはむさ苦し、その上幅も取る。そして話題にもことかく。招かれざる客とならぬよう精一杯努力すると誓おう。そうだ、遠乗りでもどうだろうか？唐突すぎたか。陽光の下で輝くそなたを見たくなっただけだ。それがし、気の利いた言葉一つ出ぬ武骨者だが、そなたへの思いを伝えずして死は名乗れぬ。お慕い申し上げる。以上だ。貴公には強き信念があるとお見受けする。願わくはそれを私にお聞かせ願いたい。信念を知ることでより深く通じ合えると思うのだ。武とは何か、武人とはいかにあるべきか、それを追い求めるのが私の人生だと思っていた。だがそなたといると別の何かが心を占めるのだ。そなたといると武も戦も私の心から消える。今この胸にあるのはただ心地よい安らぎだけだ。このような時が私の人生に訪れるとはな。信仰を結んだ友と偽らざる言葉を交わす、これもまた己を磨く上で大切なことでござろう。今日は一日拙者との問答にお付き合い願いたい。昨今は修行に励んでいても恩義を思ってしまう。この浮ついた心機、いかにすれば収まるのか、どうか未熟な拙者に答えを示していただきたい。拙者ようやく己の中心を確信し申した。どうか聞いていただきたい。我が部否すべてをもって御身に永遠を誓わん。
ここにいると妙にくつろいだ気分になる。あんたの何がそうさせるのか大いに興味が湧いたよ。それは無意識なのか。この俺をその気にさせるとは、あんたやっぱりただ者じゃないな。あんたは一体何者だ。ここにいると俺が俺じゃなくなる。忍耐なんて言葉を念じる羽目になるとはね。